皆さんこんにちは。今日は久留米大学から留学に行けるイギリスの大学の学生さんにインタビューをしました。最後までご覧ください。名前と大学で勉強していることを教えてください。 OK、 はじめまして。はじめまして。僕の名前はルークです。大学は英語の教えると日本語を勉強してます。食堂はありますか？ We have loads of restaurants、around the university. So、it's really beautiful.、it's really、sorry, that's not the word I'm looking for. It's really good. Like, we have、food from all around the world. Yeah, it's really nice. 世界のいろんな国の料理が食べられるレストランがある。学校の中にはありますか？そうそう、中には大学の中、まあ、We have a few cafes. カフェ、うん、そうです。カフェでどんなものが食べられますか？まあ、僕にはませんでした。行かない。ルークさんはあまり行かないんだ。まあ、僕はレストランに行く。ルークさんぜひ行ってみてください。カフェに。I will give it. I'll give it a try today. I think I have a lesson in one of them. In just above one of them. 大学で勉強したクラスでこれは面白かったっていう。クラスは何ですか？全部は面白いです。全部面白い、まあ日本語の日本語の授業は多分僕の一番好きな嬉しい。でもまあ英語の教える授業も面白いです。嬉しい。いいですね。yeah. なんで日本語を勉強しようと思ったんですか？まあ、日本語は綺麗な言語です。でも、まあ、僕は日本に行きました。3年前日本に行きました。英語を教えました。でも僕の日本語はその時は下手です。だからまあ I want to get better. 上手になりたいです。好きな言葉ありますか？日本語で好きな言葉、まあ、最近ゴロ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 です。That's how I've been feeling lately. ゴロゴロ。There's lots of other words as well, but I love that word. ゴロゴロ。私いつもゴロゴロしてますよ。そうそう。ゴロゴロ。かわいい。日本食？日本の食べ物？ああ、一番好きな食べ物は何ですか？寿司。寿司？よし、じゃあ最後に日本に来たら何が一番したいですか？何を一番したい？寿司を食べたい。やっぱり。お寿司大好きなルークさんと私たちは今月の終わりにオンライン交流会を開催します。皆さんそちらの応募も忘れずに。ルークさんありがとうございました。